もパンパン屋でネームドドリア様さんからいただきました。ありがとうございます。よかったね。下田博士、助手のマリナさん、こんばんは。いこれは新コーナーだ。こんばんは。僕の長年の研究によって一番強そうな擬音語は銀銀という結論が出ました。この研究結果を来週の学会で発表しようと思っているのですが、うん、下田博士どうでしょうという新たなメール届いておりますよ。新コーナー募集してたからかな。あ、そんな私たちがことを言いました。言った。あら、まあまあ占いの方もアダルトできましたので、キッズでもね、新しいコーナーやりたいなってことで、あ、その尺調整のための我々のザレ事を拾ってくださったわけですね。尺調整であったの。私も知らなかったわ。拾ってくださったんですね、うん、ありがとうございま す。あ、これは何ですか。いや、すまん、いやしいというか、まあ、うん、そのようなみだらな擬音を集めましょうというコーナーってことですか。そんなことは言ってないでしょ。言ってない、あれ一番強そうな擬音語ですよ。あれおかしいなが、ギンギンという。あ、ギンギン。まあ、確かに強そう。強そうですよね。一番ってなるとね。難しいですよね。これ、まあ、ひょっとしたら募集すれば、うん、これより上の強そうなのがね。なるほど。来るかもしれないじゃないですか。あ、じゃああれですか、うん、その、例えば、お題を出して、うん、今回は一番強そうな擬音語とか、うんうん、それに対して、こう、送っていただいて、それを研究するという、そんな感じですかこのコーナーは。ですかね。まあ、一つの案としていいんじゃないですか。なるほどね。ギンギン。はは。あ、まもなくね、この IT 革命、新年会やるんで、その時に、議題として取り上げてみましょうか。うん、そうなんです。遅いでしょ新年会ね。今年早いですよ。まあ、確かに。うん、昨年は何月にやりました？ 6 月ぐらいに。6月に。本当そうですね。下半期。はい。突入前に、やったというね。うん、まあ、とりあえずひとまず、うん、どうですかこのメール。いや、いいと思いますよ。いいですか？非常に嬉しいですね、こういう意見はね。ギンギン。ギンギンどうですか？一番強そうとかだったらね、ガンガンとかの方が強そうじゃないですか。なるほど。それをギンギンにしてるところが何かこう、思惑を感じるな。ガンガンもいいですね。ガンガン行こうぜ。そうそう。